今日は何杯食べよっかな。かかし先生のおごりだから好きなだけ。いた！おい！やっと見つけたぜ。キバ、どうしたの？いいか、落ち着いて聞けよ。綱出様がほかげを解任された。ね！六代目は団蔵って人に決まったみてえだ。俺はよく知らねえけど、裏の人間らしい。団蔵だと？団蔵って確か、才の上司で。うん。そして以前、オロチマルとの結託を企んでた奴。驚くのはそれだけじゃねえ。その六代目は抜け人として、サスケを始末する許可を出しやがった。え？どういうことだってばよ。これはまだ噂レベルで聞いただけだけどよ、サスケのやつは暁の一員として雲隠れの忍びに手を出しちまったらしい。サスケが暁？なんでそんなことになっちまってんだよ。知らねえよ、俺だって混乱してんだ。雲隠れの忍びをやったとなると、大影が黙っていない。そもそもサスケは抜け人だ。普通抜け人は抹殺するのがセオリー。今までは綱出様だったからこそ穏便に計らってくれただけだ。私、団蔵に会ってくる。俺も一緒に行くってばよ。待て、いきなり怒鳴り込んでも何の解決にもならないよ。でもこのままじゃサスケは。だから待てって言ってんでしょう。今はとにかく冷静に行動するんだ。団蔵はお前たちが、特にナルト、お前が怒りに任せた行動に出ると踏んでいる。そのまま怒鳴り込めば、それこそ団蔵の思うツボだ。奴に拘束されて身動きが取れなくなるぞ。じゃあ一体どうすれば。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。行動はそれからでも遅くはない。今は耐えろ。落ち着け。いいな？わかりました。しかし、ついに動き始めたか、団蔵。団蔵様、準備が整いました。ん？ついにわしの時代が来た。長き時を闇に過ごし、ようやく訪れた好機、サルトビ。お前とは異なる方法でわしはわしの思う忍びの世を確立した。
してみせる。これより開かれる五影会談、失敗は許されぬ。その旨肝に銘じておけ、フー・トルネ。はは、行くぞ。第一章、五影会談。いいから冷静になれ。まずは情報の詳細を確認するんだ。カカシ先生はああ言ってたけど、けどやっぱり俺は、よし、